小幡緑地は、愛知県名古屋市森山区及び道県尾張旭市に、ある県営の都市公園である。森山区の中央に位置する西園と、森山区北中部に位置する本園、尾張旭市西端部に位置する東園からなる。芝生広場や遊具が整備されており、天気の良い休日は家族連れなどでにぎわう。西園は、野球場などの運動施設が整備されている。 木々は残されているが、周辺は住宅地であり、都市の公園の面向きである。本園は広い広場と自然豊かな丘陵地が主となっており、丘陵地の遊歩道を歩けばちょっとしたハイキング気分を味わえる。小高いところに展望台が設置されており、森山区西部を中心に農美平野を見渡すことができる。千二十一年四月二十日には民間活力導入施設。 おばったべったのうちレストランとバーベキューサイトが先行オープンし、6月18日にキャンプサイトがオープンした。なお、マムシスズメバチに注意の警告が随所に設置されている。東園は自然豊かな丘陵地が主で、透明高速道路が縦断している。小高いところに展望台が設置されており、終わり朝日市南部、名古屋市名東区北部を中心に、 名古屋市東部丘陵地帯を見渡すことができる。公園ではないが、本園と東園の間も自然環境がよく保存されているため、ハイキングコースとしての利用が見受けられる。ありがとうございます。